JR 東日本ホテルズメトロポリタンホテルズメトロポリタンホテルズは東日本旅客鉄道グループの JR 東日本ホテルズのうちシティホテルに用いられる野号である JR 東日本のターミナル駅から近い場所に立地するのが大きな特徴である JR 東日本のホテル事業再編に伴い東京地区の各ホテル運営企業は2006年度までに 日本ホテルと合併した。東京地区は全館日本ホテルが運営。主に JR 東日本管内の新幹線が停車するターミナル駅に設けられている。東京地区のメトロポリタンホテルズホテルメッツチェーンは JR 東日本の方針によりホテル事業の会社が統合されている。2004年4月にメトロポリタンプラザウニエのプラザ事業本部を会社分割により分離して ホテル運営専業となり、株式会社ホテルメトロポリタンに、称号変更された。2005年4月に、他の JR 東日本グループのホテルと所有、経営部門を統合。ホテルメトロポリタンの運営部門を会社分割で、分離して、新、株式会社ホテルメトロポリタンを設立。旧株式会社ホテルメトロポリタンと、株式会社。 ホテルエドモンと日本ホテル株式会社が合併し、ホテル所有、経営の会社、日本ホテル株式会社となり、旧、株式会社ホテルメトロポリタンが、称号変更され、存続会社となった。2007年4月に、さらなる再編が行われた。運営会社として存続していた、株式会社ホテルメトロポリタン、株式会社ホテルエドモンと、株式会社東京ステーションホテル、 メッツホテルレストラン株式会社を経営会社である日本ホテル株式会社に九州合併する形で解散させ、首都圏のホテルの経営、運営すべてを日本ホテル株式会社一社体制で行うようになった。ホテルメトロポリタンの運営会社を遡れば池袋ターミナルホテル株式会社として1981年11月に設立されている。 1985年に開業し、翌1986年に池袋ターミナルビル株式会社に称号変更された。これは池袋駅メトロポリタン口に建設されるメトロポリタンプラザも運営するためであった。ありがとうございます。